第61回おもろラジオ。坂本恭平です。黒川彩香です。お願いします。お願いします。先週、はい、中西さんと撮ったんやけど、はい、59回って言ったけど、あ、再生リスト見たら60回やってたわ。1個減っちゃってるじゃないですか。しかもさ、なんかこの、記念の回をぶっ飛ばしてる自分がなんかすごく悲しくて、はい、なんかあんまり聞き返せてないのよね。そうなんですか。もったいない。でも、この前中西さんから電話かかってきて、はい、塚本さん、おもろラジオ再生数伸びてますよって。やったー。中西さんおかげや。ありがとうございます。ありがとうございます。高校野球が4月6日に開幕します。はい、琵琶湖放送では開会式の生中継と、準々決勝、王子山。それから準決勝決勝の生中継、そして高校野球ハイライトを毎日放送していくわけですので、まあちょっとおもろラジオが止まるタイミングもあるのかもしれませんが、改めて今年もよろしくお願いしますと。お願いします。2年目のハイライトは黒川さんいかがですか。ああ、まあ来たなって感じですね。どういうこと。また今年も来たなって。今年もでも関われるのが嬉しいですね。去年はあんなになんかもう今から緊張してるんですとか言ってたのに、もうその感情どっか行っちゃった。ありますよ。余裕やな。いや、緊張、さすがやな。緊張とかはなく、むしろ何かい、楽しみが勝ってますね。むしろ嬉しい。もしかしたら2年目で消えちゃうかもしれない、どうかなって、うん、やっぱ怖いじゃないですか。2年目って1年目の評価が来ると思ってるので、なので入れてもらえてよかったなっていう気持ちです。やっぱり大輔さんの番組から外れたのはその辺が原因やったってこと。あ、なんてこと言うか。外れたって私 V には出てきますからね。ねえ、一緒に歩いてないだけで。私って行くんですかって聞いたら、黒川大丈夫や、おい、上層部批判かお前。違います。批判じゃないですよ。批判じゃない。行きたかった気持ち。ありますけど、あれ行かへんのかと思いながら。話戻そうか。はい、戻しましょう。うちのさ、制作部に中継のやるディレクターいるやんか。はい。プレッシャーと無縁のような。そうですね。やつなんやけど。はい。今年やるのが怖いんですって言っとって。え、どうしたんですか。マジで、やっぱ真剣にやればやるほど、怖さが分かってきたのかなと思って。いいことですね。めっちゃいいことやと思う。うん、なんかちょっとな、感動して。あ、なんかそういう感情をどっかに置いてきて育ってきたやつだと思ったから。そう、いつも堂々としてますから、ね。そう。成長したなーって思って、うん、なんか聞きながらも涙出てきそうになってた。いいですね。本気になるし、知れば知るほどっていうところですよね、絶対。それに比べて黒川さん緊張感がなくなったっていうし。めっちゃ緊張してきた。ドキドキしてきた。思いっきり噛んだらいじったのか。あの、メッセージなくしたらいじります。やめてくれ。思い出させんといてくれ。お互い頑張りましょう。手元にないっていう事件やな。はい、言えば行きましょう。あれはもうやりたくないけどな。今年はどんな伝説ができますかね。どうなん、ハイライトへの意気込みはどんな感じですか。いや、本当去年は1ヶ月、うん、気づいたら終わってたみたいな、もう本当に夢中というか、もう必死でわーってやったら終わってたので、はい、今年は自分に必死になるんじゃなくて、もうちゃんと見たいって思います、うん、スタンドとかね、スタンドとか本当に野球選手とかをちゃんと見てあげたいって、偉そうですけど見たいなって、そこを頑張りたいと思います。そこの余裕は去年なかった。スタンド行くこと自体私初めてだったので、うん、そのプライベートで全然なかったので、なので今年はそこ、去年を生かしてお役に立ちたいなと思います。そうやな、はい、じゃあ今年のスタンドはぜひこうしっかりと顔を出しながら走ってくれよ。あ、今年も買いました、あの日焼け対策。去年より私顔見えなくなると思います。私からも見えなくなってますからね。誰ですかみたいな状態。そう、もう帽子にマスクに手も全部足も隠れてますから。それでもうサングラスしたら日のデヴィ夫人みたいになってます。すいません、ちょっと不審者みたいになるんですけど、皆さんお気をつけて。分からへんやん、黒川かどうかが。喋るとき目だけ出すんで、それで分かってます。どこの国の人やねん。焼かないよ、今年も。天気心配やけどな、なんか雨予報もあるし、結構なんか週間予報とか見てたら梅雨明けも遅そうな感じもあるから、まあ開会式もちゃんとやっぱり外でやってほしいし、なんとか6日にいい天気でできることを期待しております。いやいや、それもそうですけど、私の意気込みよりやっぱりもう塚本さんの気持ちを。そうですよ。そう、もう何年目ですか。もうだって何年やと思う。
去年も多分聞いたんですけど忘れました。おい考える、いやもう放棄すんなよ。25とかアホごめんなさい分からない俺まだ琵琶湖放送来て10年ちょっとやんで、そもそも何回も言ってるよこの話。アホですね、はい、うん、なんか長くいるイメージが強すぎて、うん、俺まだ制作部来て3年経ってへんしな。いやいやもう30年ぐらいそうですよ。いいひんわ黒川の方が長いやんけ制作部歴が。いやそれは言わないでください、意味わからなくなるんで。あそうですか、教えてください。でもどうですか、自分なりにやっぱり考えてたんやけど、はい、コロナが2020年にあって、そこから3年ぐらいがね、まともにこう活動ができない子たちがたくさんいたんやけど、今の子って中学の頃がな、多分コロナになったんが。これ何の CM これ。全然関係ない話しないでください。ラジオ中、ラジオ中。これあるんですよ。最近流れてるんでさ。今のコバじゃなかった？コバちゃんですね。出てますよ。滋賀県の CM に？そうなんですよ。全く知らんかった。え、流れてますよ、結構。そうなん。はい。塚本さん、CM に聞いとられないで、今、いい話始まってる。何してるんですか、塚本さん。いや、なんか目の前のモニターでいきなりなんか小馬が出てきたから、めっちゃびっくりしたんやけど。確かに気になる感じではありますけど、いや、野球やけよ、塚本さん。何の話だったっけ、あ、中学の時にコロナやったから、はい、うん、食いっていうところが多分ね、少なからずあると思うねんな。で、今まで引退してた子は、高校でそれができなくて、大人になっていったから、やっぱほんまにこれからいい思いしてほしいって思いがすごくあんねんけど、今の3年生たちは今取り返すチャンスやから、うん、そうですね、本当にいい思い出で塗り替えてほしい。あの勝ち負けは出るけど、うん、笑顔で終わっていってほしいし、うん、そうですね、うん、確かにいい思い出として高校野球を残してくれるためのお手伝いが、うん、こうハイライトで、うん、もしくは中継でできればいいなってすごく思ってる、うん、塚本さん、いいこと言いますね。そうです、はい、さっきの CM のコバぐらい多分いいこと言ってた。いやだから CM 忘れてた。初めて見たわ。マジで何の CM やった滋賀県の。CM の話もういいですから、キーならはるから何かなって CM。うん、そう CM で言うならもう、塚本さんのあの番宣が一番。あれもう、前喋ったやん、この話。はい。何の意見もないけど。何の意見もない。身内の反響どえらいやったけど。え？そうなんですか？家族。はい。先輩。うんうん、同級生、友達、はい、後輩。はい。めっちゃ連絡来たけど。それは来ますね。どういう意見やったんですか？何やあれ。よかったよは違うんですか？よかったよ、あの、あゆかさんが泣いてはっただけ。あゆかさん泣いた。あゆかさんがね、号泣して。あゆかさん CM 見て号泣してはった。あれ流れると泣いちゃうから。息子と合わせてて、あなたの息子まだ高校にも行ってへんやんって。まだまだ先ですけどね、どうなるんですか？今から泣いててどうすんのよ、これから。面白い。しかも塚本さんやのに。全然関係ない。というわけで今年の高校野球も皆様改めてよろしくお願いいたします。見どころは、先週のラジオで中西さんが喋ってくれましたし、ハイライトではね、いろいろ企画も用意してるし、黒川さん渾身の企画も、はい、見てほしいね、はい、どのタイミングで流れるかはもちろん日程によるのでわからないですけど、はい、楽しみにしていただければと思っております。で、大輔さん、7月19日に特番があるのよね、はい、で8月に、おもろしがの中で見つけ旅のロケ、はい、見つけ旅はどうやったの大輔さん。面白かった。あの大輔さんとサンドさんのそのなんかお二人のその仲の良さが出てるというか、サンドさんの方は年上やろ。年上なんです。でも大輔さんの方は先輩なの。そうなんです、そういう関係性なんですけど、やっぱり、うん、でもお二人そのなんていうか言いたいことは言えるしみたいな、うん、もう掛け合いも息ぴったりで面白くて、なんか今までそのお二人が琵琶湖放送に出ることなかったので、うん、いつも私がなんか間に入って大輔さんがこう言ってましたってサンドさんに言って、でサンドさんから伝言を預かったら、あ、サンドさんこう言ってましたみたいな役をやってたので、電書とかそれがお二人こう会えるところが、ね、あったので、あ、それで黒川がいらんになったと。ですと、なんてこと私いらんくなって外されてるんですか。知らんわ。めっちゃ悲しいじゃないですか。大輔さんの番組においては俺は全く関わってへんねんからさもうでもね、良かったです、うん、お二人がこういい掛け合いが見られて面白かった。そうです、あの特番はもう金曜日やから、はい、おもろの後やね、放送がね。そうですね。7月19日は高校野球の試合がないから、ハイライトがないので、まあ、おもろしがが終わって9時から大輔さんの番組。で、8月のおもろしがで、大輔さんも出てくる見つけ旅が流れますので、
楽しみに見ていただければと思っております。そんなもんでいいかな。はい、てんこ盛り、早めに寝ようかな。そうですね、ちょっと疲れとって、はい、早めに寝ようか6日も6時半出発やし。そうですね、早いですね、もうこっからずっと早い時間がね。平日はほら、でも夏休み入るまでは12時試合開始やから。そっか、うん、ね、まだ寝られるか。まだ寝られる、うん、あのハイライト終わって1時ぐらいに家に帰って、そっから9時ぐらいまで寝てもまあなんとかなるかなっていう感じなんやけど、ま、そうですね、夜は遅いけど、まあ、そう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 、まあ、まあ、耐えられるかな。土日はさ、ハイライト終わって1時に帰って、次の日朝5時半ぐらいに出発してさ、6時に会社に来てみたいな生活が始まるから。そうですね、あの13、14、15あたりが一番の山やなと思ってんねんけど頑張りましょう。頑張ろう。球児が頑張ってますから。そうです、はい、元気な姿を見られることを楽しみにしています。ここで締めましょうか。はい、はい、ということで、おもろラジオでした。